ほんのりピンク色の美味しそうなシュークリーム。こちらなんとトマトを使っているんです。こんにちは。今日は JA 新函館の直売所アグリ平野に来ています。ここアグリ平野では4月23日に新スイーツが販売されるそうです。なんと大阪初のロールケーキ、道島ロールで有名なモンセールさんとのタイアップだそうですよ。では行ってみましょう。では JA 新函館の田山さんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はトマトを使ったスイーツということでしたが、どのような商品なんでしょうか。はい、名付けてですね、ここにある通り、トマトミックスクリームシュー、ご当地の新しいチャレンジのトマトを楽しむスイーツ。なぜこのようなスイーツを作ろうという企画があったんですか。これはですね、スイーツ界ではタブーとされている、はい、野菜というジャンルで、しかも95% こう水分のトマトを使ってっていうのは本当にチャレンジで、トマトっていうのはその子どもが嫌いな食べ物のトップ5に入ってますので、トマト その楽しみ方ってこうお菓子ではこういうふうにあるんだよっていうちょっとチャレンジも入ってます。トマトの楽しみ方は生食でも食べれるし、ピザでも食べれるし、パスタでも食べれますよね。焼肉のこう野菜にもついてますけどね。でもその他にこういうお菓子として食べ方があるんだよっていうのをちょっとやりたかったですし、はい、北斗市はトマトの大産地でもあるんですよっていう宣伝もあるかな。北斗市の PR とともにトマトの食べ方の提案っていう部分も入ってるんですね、うん、そうですね。野菜がいろいろあると思うんですけど、はい、その野菜の中でトマトを選んだ理由っていうのはあるんですか。まず健康に、健康いいですよね、はい、悪い食べ物ではないですよね。イメージもそうですし、で、これからこう夏迎える中で赤っていうカラーですよね。モンセールさんとのタイアップということでしたが、はい、何かきっかけはあったんですか。お米のつながりで業界の方につながりがありまして、で一番最初に、このシューの皮食べた時に一番うまかったんですよ、はい、できればこれ北斗市の学校給食に入れたいなっていう思いで、学校給食 その栄養さんにも5人ですよ、5人来てもらって食べ比べしたんですね。これが一番ナンバーワンですよ。皮が香ばしくてちょっと香りがあって、そして道島ロールさんのクリームを3割ほど使ってまして、トマトがクリーミーでなおかつこう果肉感があって、ああなんかやっぱりトマト食べてるなって感じの後味で、多分その北海道ではこのシュークリームとしてトマトっていうのは初めてだと思います。はい、今食べたら分かります絶対。楽しみですね、うん、あーうまいって、あーどうしよう溶けそうみたいな何個でも食べれちゃう感じですかね、はい、そんな感じだった。今回トマトを使ったスイーツということだったんですけれども、トマトを使ったシュークリームを作るにあたってこだわりはありますか。はい、やっぱりトマトの、爽やかな酸味と、クリームの、スイーツとしての甘さっていうところの、バランスっていうところに一番こだわりを持って作りました。野菜を使ったスイーツっていうのは、今まで健康志向であったりとか、味はちょっとって思うものって多分たくさんあるんですけども、やっぱりスイーツ、野菜を使ってるからこそ美味しいスイーツっていうところを目指したかったので、今うちの道島ロールのクリームも混ぜつつ、爽やかな酸味も感じられるシュークリームに仕上げました。どんな方々に食べていただきたいですか。そうですね、やっぱり北斗市の、トマトを使ったシュークリームですので、北斗市の皆さんには、やっぱり一度食べていただきたいなと思っております。
それでは早速トマトミックスクリーム酒いただきたいと思います。いただきます。クリームがたっぷり、中がピンク色ですね。甘さがしっかりあるんですけれども、中にトマトの酸味がありまして、で結構トマト感じますね。中にクリームがすごくたっぷりなんですけれども、皮がしっかりしてるので皮の味も感じられてバランスがいいですね。もちろんトマト嫌いな方にも食べていただきたいんですけれども、トマト好きの方にもすごく楽しんでいただける商品だと思います。やっぱり洋菓子っていう感じではあるので、コーヒーと一緒にいただきたいですね。こちら4月23日からアグリ平野で販売されます。1個270円となっていますが、6月末までは240円で楽しめるということなので、ぜひ食べてみてください。